ランスはめっちゃジャパンツアーやるっすもんね。ソシエダまたやるっすよね、ジャパンツアー。え、久しぶり。またまたやるんすよ。あれ、え、2回なの ?7 月20何日やるっすよ。へぇー。この間やったばっかなんで、メルディーとね。そう、追加で。あ、そうなんだね。今の俺がブチ切れてる。あ、今の俺ブチ切れてるの？ 2 回もや、するなんて、気違いやろって。そんな言い方してないじゃん。じゃあ完全に。スペイン語で何て言うんだよ。じゃあ、クラブがセッティングしたんですね、やっぱお金稼がないといけないし、うん、だそれこそ、久保いる、スポンサー取ってくる、じゃあ日本に来てくださいねって、その時期が分かれてたら、別々で、みたいな。確かに。大変だろうな。日本にソシエダ来るぞってなったら代理店とかいろいろ大変だもんね。いや、大変ですね。安田グループとの契約関係してるらしい。移動で丸2日使わないかんねんやって。東京から関西とか行くだけでしんどいのに、スペインから日本だもんな。それでなんで日本来ないんだ。ああ、確かに。まあだってね、チーム作りの観点で言うとね、うん、監督はね、来させたくないもんね。いや、でもそうっすね。だいぶカロリー高いっすよね。だから久保建英は逆にウィングでずっと待ってるだけならもったいなく見えるよね。いや、僕はそうっすね。でしょ。ただ、ウィング、ワイドで仕掛ける良さもあるじゃないですか、やっぱり。うん、まあでも久保は、うん、そうか。三笘ぐらい分かりやすくバチコンみたいな能力あったらワイドだ。ソシエダだとさ、久保の、仕事は、はい、ゼロトップのオヤルサバルだったり上がってくるメリーノとか、はい、ブラシメンデスはできるけど、その中入ってくる場合の仕事ね、はい、外張って久保と同じように縦も中もでチャンス組んのが久保しかできないから ああいうことだろうね。それはありますね。ああ、そうですね。だってあそこで確実に一人抜いたりとかしてさ、うん、チャンス作ってくれたらあと中合わせるだけだから、うん、捉え方いろいろありますもんね、うん、ワイドで久保張らせてんのもったいないっていう考え方もあれば、やっぱあそこで剥がせるのが久保しかいないっていう、うん、だからそれこそね、久保にもっとボール入りやすい形に後ろになってればいいけどね、うん、久保ゼロトップはもう前のワールドカップの時から言ってるかもしれない。いや、俺も久保ゼロトップ一番見たいですよ。もうで、久保ゼロトップで潰されるみたいな言う人いいんだけど、いや、潰しに来てんだったら他のやつが出てけんじゃん。マジでそうです。それでいいんだよ。いや、もうそもそも潰されるような使い方しないですから。うん、そうそう。潰すされるってことは、もう張ってて背負ってるってことです。そう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 。そしたら、大迫使いますからね。勝ち面考えて、今の日本ってヨーロッパのどこの国ぐらいの力あると思うんですか？いや、俺スペインぐらいあると思うんですよ。いや、日本結構強いですけどね。うん、マジで。あとはその時のメンバーによるね、冨安と遠藤いなかったら全然変わるから。そうですね。Oh,